進出するのはゲーム開発や任天堂スイッチのソフトの台湾版パッケージなどを手掛けるワウワウテクノロジーコーポレーションです。今日ワウワウテクノロジーコーポレーションと天草市が立地協定を結びました。この企業は事業拡大のため天草市に進出し日本法人を設立します。天草市にできる事業所への投資額は1200万円で、台湾から従業員3人が来て5人を新規雇用する予定です。天草市での事業開始は6月が見込まれています。